はい、続いてですね、近年では共通ポイントから決済ポイントへの移行ですね、このムーブが顕著ですと、現金払いがですね生活の中心だった日本では、ですね長らく共通ポイントが優位に立っていたんですけれども。 キャッシュレス決済の浸透に伴いまして、決済ポイントの存在感が急激に高まってきているということなんですね。そうですねなので、これ、図表に書いてありますけど、2007年11月にファミマに T ポイントが導入された、でそこから3年後の2010年のこの現金比率、これ、上が現金比率で、下がキャッシュレス比率っていう、このパーセンテージの意味合いになってますけれども、現金比率87%だったんですよね。 もうですから、約9割が日本の決済の9割が現金だったということで、もう大体の方はポイントをためるんだったら、ポイントカードを出して、で現金で支払ってっていうのがまあ大半でありましたと。でそこから13年経って、昨年のキャッシュレス決済比率というところが39%。 まあこれ10年前はもうほとんどクレジットカード、デビットカードもほとんど出てなかったようなあの時代だと思いますから、クレジットカードとあと電子マネーっていうようなところのラインナップだったのが、まあ、今はクレジット、デビット、プリペイドが揃っていて、なおかつ、このモバイルペイメントのところもコード決済があったりですとか、国際ブランドのタッチ決済、であとフェリカネットワークのタッチ決済っていうとことで、かなりバラエティ豊かになってきたっていうところがあって、キャッシュレス決済比率が 13年間で26%上がってきたと。そうすると当然キャッシュレスを使う人は多いですからね、それに伴う決済ポイントを貯めていくというような形になると。でまあ、決済ポイントがあったとしても当然あの、共通ポイントカードを提示した上で、まあ、その提示の仕方っというのは板カードもあれば、モバイルのアプリもあると思うんですけれども、それ提示した上でキャッシュレスで支払えば20ドっというところはできますけれども。 やっぱりユーザーの,このでしょう決済体験のシームレス化っていうところを考えても、やっぱりこう1回でパッと終わった方が楽ですから、そういったところを考えても、ポイントカードをお財布から出して、その上で右手でスマホでコードを表示して、キャンして決済してもらってとかっていうよりも,も、スマホで完結するような決済体験、それが例えばもう決済ポイントしかもらえなかったとしてもしょうがないというふうなところで、決済ポイント優位に っっていたのかなっていう感じもしかしたら、まああの、先ほどはお得である方が、まあ、日本人の国民性には合っているという話もあったと思うんですけれども、それと同時に最近、あのタイパっていう言葉があるかなというところなんで、レジ前でばちゃばちゃするよりもシームレスさですね、まあ、そこがあの重視されるというところで、もうパッと決済して、パッとポイント貯めて、パッと出ると。まあ、そのの体験の方が 国民性といいますか、今の日本に合っているところですよね。そうですね。そんなですね、共通ポイントから決済ポイントへ移行する流れの中でですね、飲食系店舗では、共通ポイントの取扱い自体を終了する店舗も出てきていますと。2024年の1月14日ですね、日本マクドナルドは店頭での楽天ポイント、そして D ポイントのサービスを終了しましたと。この終了を事前にですね、告知したニュースリリースには、 楽天ポイントは楽天ペイでの絵をおっしゃによって、そして D ポイントは D 払いでの絵をおっしゃによって、それぞれ貯める、使うことが可能です。そのように付け加えられていました。飲食店系ではですね、うん、アルカメ生命も同様に2024年の5月31日をもって、 楽天ポイント、そして D ポイントのサービスを終了すると発表しています。両者ともに共通ポイントの加盟店をやめたという格好になったんですね。そうですね。まあ、これはだいぶ SNS を賑わせたというか、Mac で楽天とか D ポイントたまんなくなっちゃうのみたいな声も聞かれましたけれども、あまね、まあそれはあのリリースにあるように、全面的にこう使ったり貯めたりすることができなくなるわけじゃなくて、この右下に書いてありますように、スマホ決済のアプリを使えば、 まあその決済アプリで支払うことによって貯めたり、まあ、あるいはポイントを持っていればそれを充当して使ったりすることができるということで、まあ、この変化っていうのは結構大きいのかなと、まあ、やっぱりあの今まではどっちも入れてたものをもう共通ポイント側だけを切ってしまうということですから、まあ、この飲食系の流れだけ見ると、決済ポイントがやっぱり優位っていうところが。 顕著にななっていくのかなとでこれ、やっぱりあの店舗のことを考えると、店舗が共通ポイントサービスに参画をして、ポイントカードを提示してくださったお客さんにポイントを付与するっていうところで言うと、まあ、そのもちろんポイント原資がかかりますとで、そのポイントを発行するためのポイント発行手数料も負担する必要があると。この2つが 共通ポイントト側でで必要なな件あたりのコストなわけですよね、はい、それに加えてもし仮にそこで共通ポイント提示してキャッシュレス決済で支払われたとすると当然キャッシュレス決済側の決済手数料加盟店手数料というものを支払う必要があると。 でこの加盟店手数料というのは、それが直接あのポイント、ですから決済ポイントの発行につながるわけじゃないんですけれども、決済事業者側に一旦その加盟店手数料という形で入って、で決済事業者側はそこを原資として、最終的にユーザーにポイントを還元するというのはまあそういう流れなです、えーまあ、実質加盟店が加盟店手数料を支払うことによって、ポイントコストの一部を負担しているというような考えになるわけですから。 まあそうすると、共通ポイントプラス決済ポイントの、どちらのポイントの発行の手数料も加盟店側が支払っていると。で、結局のところ、キャッシュレス決済がもう間もなく40%、もしかしたら2025年には45%ぐらいいくという流れの中で、もう決済ポイント側でお客さんが、じゃあ、例えばペイペイ使えるですとか、E 払い使えるですとか、楽天ペイ使えるっていうふうなところでもって、 もうそのお店の選択、まあ、お店側から見ると、送客につながっているのであれば、もう共通ポイントそのものがなかったとしても、そこまで売り上げに与えるインパクトは少ないのではないかと。でなおかつポイントサービスとしても、あのその一つに集約を、決済ポイントに集約をしてしまった方が、現場のオペレーションは簡易になるわけですので、そ,でね、まそういったいろんな、はい、要因でもって、こういうトレンドに移ってきているのかなっていう印象がありますよね。今まではもう加盟店は二重コストがかかっていたと。 といううころででで結構苦しかったんすすよねそうですねそ、はい、やっぱりそれをずっと続けていくっていうのもね、なかなか厳しいですし、まあ、キャッシュレス決済側の例えば加盟店手数料がちゃんと提言してくれれば別ですけれども、すぐにはそうやって条件変わんないじゃないですか、何年かに1回の単位で見直すか見直さないかっていう世界観、で一方ではやっぱりキャッシュレス決済比率高まってしまうわけですから、そ,ね、そこだけで考えると、やっぱり手数料負担がどんどん増えてくるっていう構造の中で、はい、こういうトレンドが起きてるのかなっていう印象ですね。 あそうですね。